中越地震の復興20年を機に制作された長岡大花火打ち上げ開始でございます。鮮やかな花火の映像とともに携わってきた人々の思いを描いたドキュメンタリー映画です。ナレーションは新潟県生まれでモデルでタレントの佐藤しおりさんが務めています。長岡市で開かれた関係者向けの試写会には坂上昭和監督と映画にも出演し大花火大会で会場アナウンスを務める小林真由美さんが登壇しました。中越地震から20年という節目になんとかこの花火を通じて長岡の思いとか復興への思いとか平和への思いとかそういったものが伝えられたらなと。映画長岡大花火打ち上げ開始でございますは来月28日から全国で順次公開予定です。